シリア陸軍、正式名シリアアラブ陸軍、アラビア語は、シリア軍の陸軍部門。4つの征服軍の中で、支配的な部門であり、シリア軍の最上級の役職を支配しており、最大の人員を要し、全軍の約80%を占めている。シリア陸軍は、第一次世界大戦後、フランスがこの地域の委任統治権を得た後、 フランスによって結成された現地の軍隊に由来する。シリアが完全独立する前年の1945年に正式に発足した。1946年以来、陸軍はシリアの統治において主要な役割を果たし、計6回の軍事クーデターが行われている。同軍はイスラエルとは4回の戦争とヨルダンとは1回の戦争を戦ってきた。 湾岸戦争中の1990年から91年にかけて気候師団もサウジアラビアに配備されたがほとんど活躍しなかった。シリア陸軍は1976年から2005年までのシリアのレバノン占領の主要な存在であった。国内的には1979から82年のイスラム教徒の放棄の鎮圧に大きな役割を果たし2011年の初めからは 1940年代にシリア軍が設立されて以来最も暴力的で長期にわたる戦争であるシリア内戦での戦いに深く関わってきた。1919年フランスはシリアとレバノンのフランス委任統治領でレバント軍の一部としてレバント特別部隊を結成した。8000人の兵力を要するレバント特別部隊は後にシリア軍と レバノン軍の両方に成長したこの部隊は主にフランス軍を支援する補助として使用され、シリア人は詳細化の階級を保持することが許されていたが、上級将校のポストはフランス人が保持した。シリアが1946年に独立を果たした時、同国の指導者層は市団規模の陸軍を構想していた。1947年6月19日、 シリア陸軍は、パンアメリカン航空121便の生存者を、デリゾールの長老派ミッション病院に連れて行った。第一旅団は1948年5月15日のシリアの対イスラエル戦争の時までに準備ができており、同旅団は2個不評大隊と1個気候大隊で構成されていた。第二旅団は1948年のアラブイスラエル戦争中に組織され、 第二旅団も2個不評大隊と1個機構大隊を要していた。1948年のアラブイスラエル戦争の時、シリア陸軍は小規模で武装は不足し、訓練も不十分だった。パリはシリアの平和維持を主にフランスの正規兵に依存し、現地の軍隊を軽視していた。その結果、訓練は活気がなく、規律は甘く、スタッフの仕事はほとんど知られていない。 シリア陸軍には約1万2000人の兵士がいた。これらの部隊は主に3個不評旅団とおよそ大体規模の気候部隊にグループ化されていたとポラックは書いている。1948年から1967年の間に一連の軍事クーデターが政府の安定性と陸軍内に残っていたプロフェッショナリズムを破壊した。百四十九年三月、 参謀長のフスニー、ある財務将軍が大統領に就任したが、クーデターによりわずか数ヶ月で失脚し、その後1949年12月までにさらに二人の軍事独裁者が大統領に就任している。アディブシシャクリ将軍は1954年のクーデターで退陣するまで権力を握っていた。さらなるクーデターが続き、それぞれのクーデターでは敗者の支持者を 部隊から排除するために将校隊の粛清が行われた。部隊やその指揮官が異なるグループや政党に忠誠を誓うようになり、軍の規律は全面的に崩壊した。実際、1950年代後半までに状況は非常に悪化し、シリアの将校は異なる民族や政治的グループに属する上官の命令に定期的に背くようになっていたとポラックは書いている。 1963年のクーデターは、その主要な目的の一つとして、第70機構旅団の本拠地である、アルイコールキスは軍事キャンプの応酬を目的としていた。1966年にも新たなクーデターが起きた。しかし、1967年には、陸軍は、ある程度の戦力があったと見られ、約7万人の人員、約550台の戦車と突撃砲。 500台の APC 及び約300個の大砲を保有しており、16個旅団、機械化2個を用していた。シリア政府は16個旅団の内機候旅団と1個機械化旅団の両方を含む12個旅団をご覧に配備した。それぞれ4個旅団からなる3つの旅団グループが配備され、北部の第12旅団グループは B、ナットや A コフ橋から、 ヘルモン山の斜面までの区間の保持、南部の第35旅団グループは、B、ナットヤーコーブ橋からヨルダンに面する、ヤルムーク川までの区間の保持、予備の第42旅団グループは、戦意レベルの反撃の役割が割り当てられていた。第3次中東戦争でのイスラエルによるゴラン高原への攻撃では、イスラエル軍がシリアの陣地を突破したため、シリア軍は、 イスラエル軍の反撃に失敗した。シリアの部隊はイスラエル軍が彼らの社会に入るたびに懸命に戦ったが最初の攻撃の間にイスラエル軍の検討違いと混乱を利用する試みはなかったように見える。1970年の第5不評師団の報告を含む1967から1970年の報告から判断すると陸軍はこの期間に 最初の師団を形成したとみられる。第1、第3機構師団、及び第5、第7、第9機械化不評師団は、すべて1973年以前に結成されていた。サミュエル・エム・カッツは、1970年11月に、ハーフィズ・アル・アサドが政権を獲得した後、陸軍は、上記の5個師団に加えて、10個の独立旅団、砲兵ロケット旅団及び、 第70機構旅団、またはアサド共和国警備隊と様々に呼ばれる強化旅団まで拡大しており、アサドのこの衛兵としてダマスカスとその周辺に駐留し、アサドの兄弟リーファトの指揮下にある防衛中隊に従属していると書いている。1970年9月18日、シリア政府はパレスチナ解放機構を支援するために強化機構旅団を派遣し、 ヨルダン内戦に関与した。シリアの気候部隊は国境を越え、地元のパレスチナ人部隊の助けを借りて、イルビドを制圧した。彼らはいくつかのヨルダン陸軍の文献隊に遭遇したが、大きな問題もなく彼らを撃退した。その2日後には、強力に強化された第五不評師団もヨルダンに派遣された。2個の気候旅団が同士団に加わり、 師団の戦車力は300台以上の t-55、兵力は16000人以上となった。師団はアルラムサでヨルダンに入り、そこでヨルダンのセンチュリオン戦車の一団を破壊し、アンマンに直接向かって進撃を続けた。ポラックは彼らがヨルダンの王政そのものを打倒することを意図していた。可能性が高いという。9月21日にアルイコールラムサで、 ヨルダン軍を破ったにもかかわらず、9月22日に激しい航空攻撃を受けた後、シリア軍は攻撃を止めて撤退を始めた。シリアの対戦車部隊は、1982年のレバノンでの戦争中に、フランス製の対戦車ミサイル、ミラーを配備した。1970年以降、シリアが行った戦闘は以下が含まれる。シリア軍はまた、 1979から1982年にシリアで起きたイスラム教徒の放棄など、シリア国内の反体制運動の弾圧にも関与してきた。1980年3月、第三機構士団と防衛中隊の文献隊がアレッポに到着した。この士団は、ハフィズ・アサドのいとこのシャフィク・ファヤド将軍の指揮下にあった。軍隊は全区画を封鎖し、家々の捜索を行い、 しばしば戦車の砲火が先行した。数百人もの容疑者が検挙された。1982年に浜に配置された従来の陸軍旅団は第3機構師団の第47機構旅団と第21機械化旅団の2つだけであり、2つの旅団の将校の4分の3と兵士の3分の1はアラウィー派であった。弾圧の大半は 防衛中隊と特殊部隊によって実行され、その間に特殊部隊は浜を隔離して徹底的に捜索し、政府の反対派と疑われるものを殺害、または捕らえていた。シリア軍は1982年のレバノン、戦争中にイスラエルと戦った。1984年、アリハエダル少将の特殊部隊は、リファとアサドと彼の防衛中隊による、 首都占領の試みを阻止するのに役立った。ファヤドの第三機構師団は首都に移動し、防衛中隊と対決するハイダルの軍隊に加わった。第三機構師団は歴史的にダマスカス近郊のアルクタイフ派を拠点としていたようだった。ベネットはシリア軍における軍団の設立を1985年としている。その40年後の執筆でトム・クーパーは軍団が 1980年代に設立されたが、軍団の設立にもかかわらず、ほとんどの師団司令官は大統領に直接報告を続けていた。それに対応して、シリア軍の参謀長だけでなく、軍団本部も陸軍の師団に対して限定的な作戦統制しか行使しなかったと書いている。第一次湾岸戦争中のシリア軍大佐。第9機構師団は1991年の 湾岸戦争でアラブ合同軍司令部北方予備軍を務め、ほとんど行動を起こさなかった。1994年、ハイダーはアサドの長男バジルの死後、バシャールをイギリス留学から帰国させ、後継者として育てようとするシリア大統領の決定に意義を唱えた。その直後の1994年9月3日に、ジェーンディフェンスウィークリーは、 当時のハーフィズ・アサド大統領が少なくとも16人の上級軍事司令官を解任したと報告した。その中には当時特殊部隊の指揮官だったハイバーと20年近くの間精鋭の第三機構士団を指揮していた大統領のいとこであるシャフィク・ファヤド将軍がいた。第三機構士団はダマスカス周辺に配備された。JDW は特殊部隊と第三機団は 第一機構士団とともに、アサド政権を守る安全保障構造の重要な要素である。これらの編隊に関連する司令部の変更は、政治的に大きな意味を持つと指摘している。放棄後の報告によると、第一機構士団は、歴史的に、アルイコールキスワにいたという。2004年9月29日、JDW はシリアが、レバノンのベイルートの数キロ南にある沿岸の丘に、 拠点を置く、シリア陸軍特殊部隊連隊の一部を再配置し始めたと報じた。レバノン陸軍の交換は JDW に関係する3000人の部隊はシリアに戻るだろうと語った。コーデスマンは2006年にシリア陸軍が陸軍参謀と陸軍司令官直属の2つの軍団を組織したと書いた。 ロンドンの国際戦略研究所によると、2009年と2010年のシリア陸軍は22万人の正規兵で構成され、軍全体では32万5千人の正規兵を要していた。さらに、約29万人の予備役兵がいる。2013年、エージェンス、フランスプレスは、シリアの減少した治安部隊についての記事を書いている。 シリア内戦中に大砲を配置するシリア軍兵士、脱走2011年10月1日、亡命したシリア軍大佐リアド・アサードによると、高級将校を含む1万人の兵士が、シリア陸軍を脱走していたという。脱走した兵士の一部は自由シリア軍を結成して、治安部隊や兵士と戦闘を行い、シリア内戦に発展した。しかし、2011年11月16日に、 イギリスに本拠を置くシリア人権監視団のトップラミアブドゥルラフマーンはシリア陸軍を脱走した兵士は1000人未満と推定した。時を同じくして FSA の代替司令官は FSA が陸軍の脱走兵2万5000人を受け入れたと主張した。また2011年11月に自由シリア軍またはフランス24のウェブサイトでは シリア軍の兵力を20万人と推定した。しかし、最も階級が高い脱走者の一人である、ムスタファール・シック将軍によると、2012年1月に、シリア軍は徴兵制を含めて28万人と推定されていた。2012年3月15日までに、民主化でも参加者の取り締まりに不満を持ったさらに、多くの兵士が反旗を翻し、 トルコ当局は2月20日以降の2万人を含む兵士6万人がシリア陸軍を脱走したと述べた。脱走兵のほとんどは下級将校と兵士であったと付け加えられた。2012年7月5日までにシリア人権監視団は数万人の兵士が脱走したと推定した。2012年8月までに陸軍の総勢1200人の重傷のうち40人の重傷が 反政府軍へと脱走した。2013年6月14日、73人のシリア陸軍将校とその家族、契約202人がトルコに避難を求めた。その中には、7人の将軍と20人の大佐が含まれていた。ロンドンの国際戦略研究所によれば、シリア軍の兵力は2010年と比較して、離反、脱走。 死傷者により2013年8月までに約半分に減少しており、現在の兵力は11万人を数えるという。戦力の低下ワシントンを拠点とする戦略国際問題研究所のアラム・ナーガイ事案によれば、2012年7月までのシリア陸軍からの脱走者の規模は定量化するのは難しいが、陸軍の戦力に影響を与えるには小さすぎたという。 シリア軍の戦略的に重要な部隊は常にアラウィー派の将校によって管理されている。シリア人権監視団によると2012年7月までに脱走した数万人の兵士は主に重要な指揮統制権にアクセスできないスンニ派であるとナガイ外事案は述べたが2012年7月18日のダマスカス爆弾テロ事件で死亡したシリア国防省のダウドラージ派は キリスト教徒であったアナリストのジョセフ・ホリデーは2013年にアサド政権は紛争が始まった当初から大規模な脱走の危険を犯さずに全軍を動員することができなかった。アサド政権が軍隊を動員する上で直面した唯一の最大の障害は反体制派を残忍に扱う命令を実行する部隊に依存するという課題であったと記述している。これにより バシャールは父親の前例に従い、陸軍の正規部隊をより信頼できる部隊に配属させることになった。1982年にハーフィズ・アル・アサドが浜の反乱鎮圧を支持した時もこの手法が使用された。シリア内戦が長引くにつれて、シリア陸軍は深刻な徴兵問題に苦しんでおり、中派を超えた軍人年齢の男性はもはや入隊も、 徴兵機関にも応じようとはしない。これらの問題は特にドゥルーズ派人々の間で顕著であり、彼らは政権の治安部隊と衝突し、強制徴兵で政権に交流されていたドゥルーズ派の若者を解放して軍への入隊を回避させた。アサドのアラウィー派の支持基盤は、彼らのコミュニティの軍人年齢の男性の死傷率が非常に高いため、息子を軍隊に送ることを ますます拒否するようになっている。反対制派の情報筋によると、戦闘年齢の25万人のアラウィー派男性の3分の1がシリア内戦で死亡し、州派とシリア政府の間に大きな緊張が生じているという。2018年半ばの時点で、当時のイスラエル国防省のアビグドール・リーベルマンは、シリア陸軍はシリア内戦初期の人員不足から回復し、2011年、 以前の戦力水準を取り戻したと述べた。第3、第11、第17、第18師団の役割第3機構師団は、クタイファ周辺の基地から、デラー、ザバダニ、浜に参考旅団の要素を配備し、第11機構師団は、ホムスと浜の同士団基地の近くに止まっている。2011年11月15日の欧州連合官報で、欧州理事会は、 第18機構師団の司令官として、ワジー・マムード少将を名指しし、ホムスでの暴力行為について彼を制裁した。IISS のヘンリー・ボイドは、ホムスでは、第18機構師団は特殊部隊と、マヘルの事実上の指揮下にある第4師団の要素によって強化されたと指摘している。ホリデー2013の情報によると、予備の機構師団はシリア東部を担当する。 第17師団であることが示唆されている。同師団の第93旅団は2012年初頭に落下権を確保するためにイドリブを出発した。2013年3月3から6日の戦いで反対制派が落下を占領したと報じられた後、第17師団の要素は2013年10月にも同志の北部で法囲下に置かれたままであった。国民防衛隊は シリア陸軍の管理、監督下にあり、不評の役割を果たし、地上で反政府勢力と直接戦い、広報支援と砲兵支援を提供する陸軍と連携して、対反乱作戦を実行している。信頼性の問題と脱走に悩むシリア陸軍の将校たちは、不評作戦の実行や前進する戦車の支援役に、正規軍の徴兵よりも、 意欲的で忠実であるとみなす NDF のパートタイムの志願兵を選ぶようになってきた。身元を明かさないように求めたホムスの将校は NDF の戦闘員が地上で戦闘員として行動する一方で軍は広報支援と支持的な役割を果たすことが多くなっていると述べた。2015年10月第4突撃軍団が北東部に設立された。NDF は 他の精鋭部隊の編成にもかかわらず、シリア全土での軍事作戦において、重要な役割を果たし続けている。スンニハイスラム教徒は、シリア陸軍の大部分を占めており、政府の交換職についているものも多い。シリア内戦開始から現在まで、シリア陸軍は主にスンニハシリア人で構成されており、行位の軍事的地位には、宗教的な指導者が混在している。 国防大臣で陸軍及び軍隊の最高副司令官のファフドジャセム・アルフライジ少将及び内務大臣のモハマド・アルシャ・アル少将はスンニハイスラム教徒の中でも権力を握る立場にある。またバース旅団などのバース主義者の体制支持者で構成される親アサドスンニハ民兵も管理している。旅団は反アラブ主義の理想に 忠実な中東地域のスンニ派シリア人と他のスンニ派アラブ人で構成されている。ラワールカズはアレッポで活動する親政府のスンニ派パレスチナ民兵である。砂漠の盾作戦の一環としての火力演習において、残豪内の持ち場から7.62メートル MPKMK 機関銃で狙うシリアの兵士。兵士は各生物化学兵器マスクを着用している。 リチャード・ベネットは2001年に陸軍により柔軟性を与え、指揮系統を分散化することで戦闘効率を向上させ、1982年のイスラエルのレバノン侵攻の際に得た教訓の少なくとも一部を吸収するために1985年に参考軍団が結成されたと書いている。陸軍の組織と軍事ドクトリンはソ連のモデルに従っていた。 リチャード・ベネットの2001年の戦闘序列の推定は、次の通り、ベネットはまた、第一軍団は、ヘルモン山とゴラン高原の他の場所にあるイスラエルの、シギとアンド、監視所に対する、ヘリボーンコマンド作戦用に訓練された2個を含む4個の、独立した特殊部隊連隊を保有していたと述べた。IISS は、2006年に小規模の編隊を次の、 ようにリストアップしているダマスカスの防衛。ジョセフ・ホリデーによれば、2013年2月時点の戦闘序列は以下の通り中、シリア陸軍の特殊部隊は特殊な警不評を意味し、サーの従来の機械化機構部隊との関係でのみエリートである。機密解除された CIA の報告によると、特殊部隊の連隊は対反乱作戦を行うために作られたとされている。 特殊部隊には、第41、第45、第46、第47、第53、第54の独立特殊連隊が含まれる。シリア内戦の初期から特殊部隊が対応された結果、多くの被害が生じ、シリア内戦で最大3個連隊が破壊された可能性があり、残った3個連隊は、共和党防衛隊、トラ部隊、 第4軍団などの他の組織に統合された。後の報告によると、第54連隊の2個大隊が、第17師団に所属している、シリア内戦中に結成された特殊部隊ユニットさらに、第1軍団には、第61、第90独立不評旅団を要していた。2016年2月24日、a b n a に4 c o m は次のように報じた、昨春、シリア陸軍の、 第11戦車師団の第87旅団が、イドリブ県を横断して、大規模な退却を開始し、県とと戦略的に重要な都市、アリハとジッサーエール首合はオジェッシュエールファテに、上歩し、シリア北部のこの県からの罰の悪い退却を行った。北部と北東部の他の師団には、第17師団と第18機構師団があり、名目上は、独立していたが、 第3軍団の監督下に置かれていた。2011年に内戦が始まって、以降に2つの新しい軍団が設立された。第4突撃軍団、第4軍団突撃とも呼ばれる第4軍団は、2015年から、ロシアの支援を受けて組織されたシリア陸軍の新しい編成である。第4軍団の当初の計画では、弱体化した正規の陸軍部隊だけでなく、 一部の国民防衛隊の部隊を含む非正規の親政府民兵をラタキア県やタルトゥース県、アルガブ平野に再配置することであった。これらの部隊はロシア軍によって訓練、編成、武装されロシアの航空支援を受けてシリア北西部を奪還する特別な地上部隊になり得た。その後、2015年の夏と秋に第四軍団が組織されたとき、 出自が大きく異なる部隊が含まれていた。これらの中には、新軍団の本部として機能する第103共和国防衛旅団が含まれており、第3師団と第4師団、バーストを NDF、アラウィー派民兵から引き抜かれた部隊ともに含まれていた。アラウィー派の戦闘員は12の部隊に編成され、ロシア、シリア、イランの将校の共同指揮下で戦った。残りは4個の 地元旅団にグループ化され、いくつかの小規模なロシアの部隊が支援の役割を担っていた。共和国防衛隊と政府から直接支払われる第四軍団は、カーネギー中東センターの専門家ケダーカ・カドゥールによって、陸軍と民兵部隊を融合させた編成と表現されている。二0十五から二0十六年、ラタキア構成やシリア北西部構成など、第四軍団の初期作戦は、 比較的成功したが、より多くの民兵を軍団に組み込むことは依然として難航していた。これはおそらく、イランが同国の支配下にあるシリアの物体を主に、ロシアが主導する編隊に統合することを許可したら、からないという事実によるものと、第四軍団に統合することで、自治権を減災する試みに、多くの民兵が一般的に抵抗したことによるものと思われる。その結果、 第4軍団は、現在も活動を続けているラタキアに、ほぼ限定されたままであった。しかし、2016年、ラタキア構成での同軍団の実績が不足していた、ため、2016年7月に、軍団総指揮官のシャッキーユース不少将が、解任された。全体として、第4軍団は、モスクワの期待に応えられず、軍団のシリア人司令官たちは、軍団内の民兵を、 規律ある組織化された軍隊に改革することに実際に成功したにもかかわらずパフォーマンスの低さを示した。グレゴリー・ウォーターズは2017年11月にツイッターで第6師団は2015年にロシアが設立した第4軍団の下で設立された2つの師団のうちの1つであった。第4軍団プロジェクトは大部分が失敗し、それ以来、 第六師団と第二師団はラタケアに残っていると書いている。第五軍団とも呼ばれる第五攻撃部隊はシリア内戦において反政府勢力、シリアのアルカイダ及びアイソルトの戦いに従事するシリア陸軍の前、死願制の部隊である。2016年11月22日にシリア軍総司令部が発表した声明によれば、軍団の任務はテロの撲滅であり、 事件の急速な進展に対応し、軍隊の成功を支援し、シリアアラブ共和国でのテロ行為に終止符を打つという、人々の願いに応えるために結成された。第5義勇軍は、国内の18歳以上で、すでに兵役対象ではない者や脱走者を採用する。アルサフィール神のアブドラ・ソレーマン・アリによれば、第5攻撃軍団の結成は、ロシア・シリア・イラン・イラク連合のメンバー間の、 強力の頂点であるという第5軍団の兵士は2015年のロシア介入以来ロシア軍関係者による訓練、装備、助言を受けている。第5攻撃軍団の主力戦車のほとんどは T-62M や T-72B3 など近代化されたソ連の戦車である。第5軍団の部隊であるバース軍団はバース旅団の有志で結成された。 ロシア国際問題評議会によると、カラモンの盾部隊も第五軍団に加わったというが、他の情報源からはこのことは確認されていない。2018年2月、ISIS IS ハンターの20人のメンバーがアメリカの空爆で死亡した。シリアの軍事装備の大部分はソ連製であった。シリアの商工用の軍服は一般的に、 イギリス陸軍のスタイルに沿っているが、軍の戦闘服はソ連のモデルに沿っている。各軍服には二つのコートがあり、一つはドレス用のロングコートともう一つはカジュアルウェア用のショートジャケットである。陸軍将校の制服は夏はカーキ色、冬はオリーブ色である。特定の陸軍及び防空軍の要因は、迷彩服を着用する場合がある。迷彩服の中には、 レッドリザードやシリアの傭兵などがあり、現地で作られたアードルのコピーである。将校には戦闘帽、ギャリソンキャップ、ベレー帽など、様々な帽子を持っている。ベレー帽の色は、将校の舞台によって異なり、最も一般的なベレー帽の色は、不評、公兵、信号、支援兵器の人員が黒。次に、気候、機械化、砲兵の人員が緑。 共和国防衛隊と憲兵が赤、特殊部隊が栗色である。2011年の標準的な戦闘用ヘルメットは、オリーブ色の中国製 QGF-02 と、予備軍用のソビエト SSH-68 で、あった。どちらも、シリアの破迷彩ヘルメットカバーを装備することができる。共和国防衛隊と特殊部隊だけが、t a t BA-7 防弾直機を装備していた。 2015年後半のロシアの軍事顧問の到着に伴い多くの陸軍部隊が新しいロシア製6バイト45弾道防弾直機とケブラー6バイト7ヘルメットを装備した。主幹の階級章は陸軍と空軍で同じである。これらは陸軍用の明るい緑、または黒の片板に金と空軍用の明るい青の片板に金色で示されている。 将校の階級は標準的なものであるが、最高位は上級大将に相当するもので、1986年には最高司令官と国防大臣のみが保持している階級である。海軍将校の階級基礎は袖下に着用される金色の島模様である。シリア海軍の最高位の将校は中将に相当する。陸軍と空軍の順位の階級は、 左上腕に着用されるオリーブ色の盾に金の星で示される。貝の歌詞館の階級は左上腕に着用された直立の逆さシェブロンで示されている。約25個の勲章とメダルが承認されているが、一般的には上級将校と順位だけが略字を着用している。シリアの重要な章には以下のようなものがある、馬や勲章、軍事名誉のメダル、 戦争メダル、勇気メダル、ヤルムークメダル、戦勝メダル及び1963年3月8日メダル。8月1日は全国的に陸軍の日とされている。2013年、バシャール・アル・アサド大統領がダーライヤーの兵士たちを訪問した。彼は軍に対し反政府勢力に対する勝利を確信しているというメッセージを伝えた。この記事には アメリカ合衆国政府の著作物である、米国議会図書館各国研究の次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ lcweb2.loc.gov スラッシュ f r d スラッシュ cs スラッシュ本文を含む、ありがとうございます。